明けましておめでとうございます。中年オタッキーです。今年一発目の動画は以前からね、自家現像、モノクロフィルムの自家現像のやり方をね、アップしてほしいという要望が結構ありましたので、自家現像のやり方を、レクチャーするようなレベルではないんですけども、やっていこうと思います。それではスタートしていきます。はい、それでは具体的にやっていきます。まず用意するものなんですけどもね、こういう現像タンクですね。これ Amazon とかでも売ってると思います。現像タンクです。で、薬品ですね。僕はね、この富士のスーパープロドールっていうのを使ってます。これは定着液のスーパー富士フィックスってやつですね。で、これが富士酢酸です。僕はこの構成でやってます。もちろんコダックとかイルフォードからもね、現像液で出てますんでね、そちらを使うのもいいんですけども、一番安くて、使い慣れてるということで、私は全部富士を使ってます。で、こういうね、薬品用のね、タンクとかを持ってるといいです。で、最初に作るのがね、この現像液ですね。この現像液はね、これ1リットル用、1リットルで300円前後で売られてます。これ、ヨドバシ .com とか、Amazon でも売ってるのかな。で、これをね、こういう容器に、1リットルの水にね、溶かしていくんですね。で、結構溶けにくいんで、木の棒とかプラスチックの棒で攪拌しながら溶かしていくんですけども、まず金属の棒を使っちゃダメです。これアルカリ性なんで、化学反応しにくいプラスチックとかの、ね、棒で攪拌していきます。で、絶対に、ね、粉を吸っちゃダメです。粉が結構ね、飛ぶんですよね。それを吸わないようにマスクをつけた方がいいです。そうすると肺をやられてしまいます。で、これを攪拌して溶かしたものを、こういうね、密閉できる容器にね、入れていきます。で、現像液は、空気にすごく弱くて酸化しやすいので、例えばこのぐらいあるときはいいんですけども、ちょっと減ったりすると、このペットボトルをね、潰してそのタンクの大きさを調整できるようなものがいいです。すぐに酸化します。で、定着液なんですけど、定着液はね、これね、書いてありますよ。フィルム用で3リッター、インガシ用で4リッターって書いてあります。で、これ1本でフィルム定着液3リッターっていうことなんですけども、3リッターもいらないんでね、はっきり言って。ですから僕はね、容量を計算してね、1リッター作ってます。計算の比率忘れちゃったな。これ何 cc だったんだろう。重量でやったんだよね。重さでやったんだよね。だから、これが2キロだとしたら、2キロの3分の1、2キロの3分の1を取り出して、1リッターになるように薄めてください。で、具体的に、現像タンクですね。これが攪拌棒なんですけども、で、中にリールが入ってます。もうだいぶ使い込んで汚れてますけどね。で、このリールにフィルムを巻いていくんですけども、まずはね、フィルムの先端をね、こういう形状にカットします。ちょっと角を落としたような感じでね。でね、ここに差し込むんですね。差し込むとね、ここにボールがありますんで、これに引っかかります。かかりました。でね、ここから先はもちろん暗室でやんなきゃダメです。暗室かダークバッグの中。あとはね、これラチェット式にこうやるだけでね、フィルムが巻けていくんですよ。これテスト用のフィルムなんでね、観光してもいいテスト用のフィルムなんで。で、巻き上がったら、ここをね、ハサミでチョキンと切ります。はい、切りました。こんな感じでね、巻き上がってますね。で、これをポイって入れて、あ
あの向きがありますんでね、この棒が、なんていうんですか、ここが深い方が下です。で入れて蓋を閉めて、はい、ここから先は明るい場所で作業することになります。はい、それでは次現像していきましょう。はい、ふっとっといきなり落とした。これから現像作業にかかりますけどもね、実はね動画作成を失敗しまして、この中身はあのリールは入ってますけど空です。でどんな、状況でやっていくかっていうのをね、説明しながら、作業だけをやろうと思います。で、まあ、入るとフィルムが巻いた状態で、入っているとしますね。で、ここにね、まあ、現像液なんですけども、現像液は、富士スーパープロドール、を、1リッターでその溶かした溶液をさらに 50% に薄めてます。で今回ね現像したのはね22度まで、上げました。あんまり低い温度だと現像時間ものすごい時間かかりますし、データシートからも外れますんで、現像時間をその調整するためにね温度を上げるとかいう作業も必要になります。で温度を上げるときはね、あの現像液をこういうペットボトルとかに入れて、お湯につけたりして温度を上げてもいいと思いますが、直接火にかけたりするのはねやめた方がいいと思います。はい、それでは現像作業に入ってまいります。まずはね現像液をね、この現像タンクはだいたい380ぐらい入りますね。で、まあ、ひたひたに使った状態で、攪拌棒を入れまして、これね、カタカタカタと振りながら1分間攪拌します。多分ね、どの現像液でもね、1分間攪拌っていうのはね、あの変わらないと思います。で、まあ富士だったらスーパープロドール以外にもミクロファインとかいうのもありますね。ミクロファインもね、原液でもいいし、1対1の希釈でもいいんですけども、あの1対1の希釈を選ぶ理由っていうのは、これ1回で使い捨てになるんですね。で1回で使い捨てになるんで、あの毎回新しい現像液を作れるということで、あの結果が安定します。原液を使うとね、1回目2回目は同じ時間、2回目は 10% 多くみたいな感じでね、あの現像時間が変わっていくんですよ。で作業時間が安定しない、まあ、結果が安定しない可能性が高いんで、僕はその薄めたやつを使うことを選んでいます。はい、だいたい1分経ちました。で1分経ってたら、1分ごとに10秒間攪拌するんですね。でこの間にだいたいね停止液とかを作る作業をやります。で停止液はね、あの今回作りませんけど、だいたい 400cc ぐらいの水に、これ富士酢酸をねキャップ1杯近く入れて溶かします。もうそれでいいです。あの 5% 溶液っていうことなんですけど、結構適当でいいです。この辺はね、僕はそうやってます。で問題が起こったことはありません。で今回22度で、1対1のスーパーブロドールを使ったんですけども、22度で、アクロス2の場合は、現像時間は6分です。で現像時間はね、あのアクロス現像時間とかで検索すると富士フイルムのね、あのサイトが PDF 形式で出てきますんで、それを参考にしてください。2ページ目に現像時間が書いてあります。スーパープロドールとか、そのミクロファインとかの、原液でもそうですし、希釈液もそうですし、全部時間が出てきます。で D76 とかね、そういう違う現像液の時間も確か書いてあるはずです。参考にしてみてください。で1分まだ30秒だな、まあ、1分経ったとしましょう。1分経ったら10秒間で攪拌します。でまた1分間待って攪拌、これをね、あの
現像開始からその終了、今回の場合は6分間ずっと繰り返します。で、まあ今回は現像してないんでね、もうあの端折っちゃいますけどね。でもう6分経ったとしますね、6分経ったら現像液をジャーッと、で次に酢酸溶液を入れた、これ入れてないですけど、酢酸溶液を入れた低脂液、低脂液を入れまして、で軽く攪拌します。はい、攪拌したらこれね、あのちゃんとしたところに捨てないといけない廃液になります。はい、で停止が終わりましたら今度定着液です。定着液を入れます。やはりね、あの最初の1分間は攪拌します。このやり方が合ってるかどうかははっきり言って分かんないです。写真部で現像した時は1分も攪拌してなかったように思うんですけども、僕はね、問題がこのやり方で問題が出てないので1分間攪拌しています。で定着液はね、あの液温管理僕はしてないんですけども、結果は変わらないんで、液温が別に何度でも10分間あります。定着10分間です。で、使ってるのは薬剤の説明のところでも言いますけども、このスーパーフジフィックス L っていうのをね、使ってます。これね、あの薄めるタイプです。で、これ3リッター用なんですけども、これ 400cc なんで3リッターもいらないんで、薬剤説明の時でもありますが、重量比率で、1リッターにしてます。だから、これ何キロだったか忘れましたけど、まあ例えば1キロだったとしたら 333g の溶液を取って1リッターになるように水で希釈します。でこの定着液も1分間攪拌したら、1分ごとにまた10秒間攪拌するようにしてます。でまあ今回はもう、中身入ってないんで端折っちゃいますね。で定着が終わったと、10分間の定着が終わりました。はい、そうすると水洗に入ります。これね、あのうまいことできてまして、この中に落とすとね、ちゃんとぐるっと巡ってね、推薦するようにできてます。まあ、大体の現像タイプタンクがそうだと思いますが、僕はこのタイプのね、現像タンクしか使わないんで。で、これで推薦時間は30分です。推薦促進剤っていうのもあるみたいなんですけど、廃液が増えてしまうんで僕は使いません。で、廃液の話なんですけども、現像液はね、アルカリ性です。で、停止液と定着液が酸性なんですね。で、あのそのままね、その流しちゃうと怒られると思いますんで、だいたい18リットルのね、あのポリタンクにね、溜めることになります。で、18リットルのポリタンクだと、まあこれ 400cc なんで、10回で4リッター、30回で12リッター、40回で16リッター。まあ、50回ぐらいできるのか。50回近くね、現像できると思います。で、産業廃棄物業者とかでね、廃液を引き受けてるようなところがありますんで、そういうところでね、だいたいポリタンク1個で1000円ぐらいで引き取ってくれると思います。で、酸性も同じです。これ停止液は酢酸が入ってますし、定着液は、まあ、アルカリ性はアルカリ性、酸性なんですけど、定着液はね、もう、フィルム30分近く取れるんじゃないか、使えるんじゃないかな。だからあんまりね、意識しなくていいですけども、これ停止液はどうでしょうね。これ 5% の酢酸、溶液の酢酸なんで、捨てちゃってる人も結構いると思います。酢なんでね、
まあ、あの捨てちゃダメだとかどういう問題があるかってあのご存知の方はね、あの動画のコメントにでも、していただけたらと思います。で推薦したら、あのフィルムを干す作業になるんですけども、あのクリップに挟んでね干すんですけどね、あのここでドライウェルっていうのをね、あの使う方も結構多いと思います。これドライウェルっていうのは水滴防止剤っていうんで、あのフィルムに水滴が残って、それが模様になってしまうと、それを防ぐためのものなんですけども、まあ、ドライウェルもね僕はあの廃液が増えるので使いません。でじゃあどうするのかというと、干した段階でね、キッチンペーパーで拭いてます。キッチンペーパーでね、あの一回拭いて、ほんで向きを変えて乾いたところで拭いて、だいたいそれでねいい結果になります。でティッシュで拭いちゃダメです。ティッシュはねゴミが出ちゃうんで、あのキッチンペーパーはねカスが出ないんでね、結構綺麗に仕上がるんで、まああのこれが合ってるかどうかは分かんないんですけども、まあ僕的にはそれでずっとやってて問題が起きていません。はい、現像作業はねこんな感じになりまして、まあ30分間推薦すると、まあ、30分経ったとしますね。キューピー3分クッキングみたいですね。まあここにフィルムが入ってるとして、でこれをちょっと半回転回すと、フィルムが出てきますので、クリップに、挟んで干すという感じになります。現像作業はだいたいこんな感じですね。これで分かっていただけますかね。ちょっとあの実際に現像をしてその作業をねあのビデオに回してたつもりがね静止画になってて、それと取れてなかったんで残念なことにね、で今回はねこういう形になってしまいました。はい、こんな感じです。はい、今までやって まだ実はね干してるんですけども、干し上がりましたら、こういう感じでね、これね富士カラーのネガシートなんですけど、これあのヨドバシ .com とかでね、100枚1000円ぐらいで売られてます。送料込みです。こんな感じにね6カットずつ切ってね、あの入れていくんですね。これで現像っていうか、まあ、作業は全部終わりです。あとはまあスキャンするなりなんなり、好きなようにしていただければと思います。ちょっとね新年一発目の動画ということで、自宅から撮ってまして、家族 あの時間を奪ってますので、今日はあの視聴者様の、ね、写真のコーナーはなしになります。で、ね、あの現像のやり方はねちょっと完全に合ってるとは思いません。多分間違ってるところいっぱいあると思いますが、僕は問題なくこれでやれてますんで、これでやってます。参考にしていただければと思います。今日の動画は以上になります。どうだったですかね。案外ね、簡単というかね、適当でいいです。で、例えば、400のフィルムを800とかね1600とか増刊したり、200とか100とか減刊したりするのもね現像時間でコントロールできます。で期限切れのフィルムをねその感度を上げたりとかもできます。いろんなことができるんで自家現像非常におすすめですし、モノクロの自家現像はとにかくね簡単なんで、ぜひ一度やってみたらと思います。で何よりお金がかかりません。1現像あたり多分60円ぐらいしかかかんないと思います。イニシャルコストがねちょっとかかりますけど、白黒でねいっぱい撮りたいって人は絶対おすすめです。で長巻きのフィルムを買ってね、で自分でフィルムを巻いて使うような、こともやれば、まあ、長巻きフィルムをその自分で巻いて、使う方法でやると大体現像、ラボに出しても現像してくれないっていうパターンが多いので、長巻きフィルムを、ね、使う人はねもう自家現像がセットになってきますんでね、ぜひぜひ習得していただけたらと思います。まあ、今はね、ラボ出しするとね1本900円とか1000円とか取られますからね、それが1本60円ぐらいで現像できるということで非常に安上がりになります。はい、おすすめになります。はい、で失敗してもいいような写真から最初はやりましょう。今日の動画は以上になります。どうだったでしょうか。もしよかったらね、いいなと思ったらいいねボタンとか押していただけたらと思います。んで この辺にまたね、チャンネル登録ボタンでできますので、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録、していただけたらと思います。今年もねいろんな、写真
関係がメインになっていきますんですけども、いろいろと動画をアップしていきますので、1年間よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。次の動画は来週になるかな、ちょっとわかんないんですけどね。それではまた次の動画で、さよなら。最後まで見ていただきありがとうございました。